だもともと俺のリスナーだったあの人たちはなんだろうあの昔はね強いうなちゃんまんを求めてたはずなのよ。でもある時からあの「もう強くなくなっちゃったなちゃんまん」って思ったの。 リスナー自,自体がねでそれで離れたリスナーもいるけどじゃあどこに強いリスナーあの配信者がいるんだよっていう話、うん、ガーミちゃんもな、うん、だ体悪くしてんだろうな結局はそうなっていくんだよああ 求めてないのよ。はい。あの、初アカウントはオールブロックに行きます。頑張って作ってきてください。はい。JJ さんもお茶投げて、弱虫みたいなコメント打つのやめてください。3週間入院みたいです。あ、じゃあ、検査結果悪かったってことか。 うんまあまあまた抗がん剤治療とかやんのかね分かんねえだってがんなんだろ分かんねえけどたけるちゃんお疲れっす3週間まあ前提はもう 最低3週間なんじゃねえのうん。3週間の間に3回手術ってツイッターに書いてますね。どこを手術するのか分かんねえけど。じゃあ死ぐんじゃねえからそれ。もう。臓器を取るってことだよな。転移がほかにも3日あったってこと かんね俺は病院のことはよく分かんないけど静脈瘤鳥ちゃんありがとうバードン決まったアダース静脈瘤血管にもいろんな疾患があるってことが。 ななんかかちょっっと足引きずってたからな帰りがけあの酔ってるんじゃなくてうんひげがいい感じだなラジさんありがとうございますもう年寄りだからねひらっちけてんですよなんだろうなうん血管ってことは心臓系もか 臓器だったら腎臓肝臓膵臓とかその辺なんだろうけどあとはうんまあ小腸にはがんはないから大腸かどうなんかなあと血圧がどのぐらいなのかもうん本人が一番よく分かってるだろうから「おじさん園長、えー、あコインありがとう」うん あそうタロちゃんあれだね結構詳しいんだねそう考えるとよお坊ちゃまお茶店。やんありがとういやいやだからなゴージャスタロちゃんも言うけど佐野は今日もだってよ俺昼過ぎからずっと飲んでんだで夕方までで家帰ってきてまた飲んでんだよ うん俺の何だろう肝臓はどういうことなのかなっていう話じゃんで最近さ元気になってきちゃってさ今日なんか坊ちゃんに「ふくらはぎ筋肉太くなってね」とか言われたからねうん俺ニヤッとして「うせな」鍛えてんだよ」 あ,あ、ジェジェさん、ユキチが今度会ったら、その頭を強めにはたいてやるわ、だって。すいません、会うことないんで。うん、はい。お前、大腸癌じゃないの下痢ばっかり漏らせやがって。それだったらもう、だいぶいってるね。大腸癌って進行が早いから。はい。やったかおはよう。 なんか俺のこと病気にしたいのねさよならうんお前は自分の罪を償えなクソはなんかなどんどんってな黒麺になるっていうな赤弁は まだい,い、とか、うん、てかそれ字だろとかなんか言われるよな鮮血はなうん。<laughs> 肝臓をやられるとどうなんかねそれはさどんのよう 坊ちゃんが常に、まあ、24時間ではないけど、俺のそばには結構サポートしてくれてるから、あの人結構そういうの詳しいから、あのおじさん、あの、大丈夫だねみたいな。と思うよ。まあ、聞いてんのかどうかわかんないけど。あのおじさん多分大丈夫なんだ。わ <laughs> かんないけど。 最近何か飯も食ってるみていだし肝臓言わして妊婦みたいに「あ腹にやったああ俺はそういうのは、まあ、一切ないうん腹水だろもうだってそれ末期じゃねえかようん俺便はなんもねえけどなうん どうなんかなで今度坊ちゃんと「六甲でも山登り行くか?」とかを話してるぐらいだから結構元気なのよ。うん、ねえ六甲だったら日帰りで行けんじゃん。おにぎりさ持ってさお茶持ってさ。 ちょうど秋の紅葉の季節ぐらいに合わせてさまあ京都行ってもいいんだけどさうんでも外国人多いだろう京都は飲んで2年飲まずに5年なら飲んでる2年でいいわよしいや俺2年どころじゃねえよもうもう20もう30年ぐらい飲んでるずっと毎日 いやそうかどんのな俺はほぼ食わねえから俺一日に食べる量ってそうだなおむすび三つ食えやいいよあ余命がってことあいや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 うんでよ今日よ坊ちゃんとよ午後からよあの 飲み屋行ったんだよ昼酒飲みにお俺ちょっとポロッと行ったら坊の耳元で「俺よちょっと待てよって」手ちょっと震えてんで「坊ちゃんの返しんだと思うそりゃそうだよ昨日から飲んでないから」一杯飲んだら止まるよ」止 <laughs> まったよ」みたいなもう冷静すげえ うおちょっとちょ手ちょっと触れてねえかこれこれ大丈夫それ飲め悪く子のには止まってるから心配してくんねえかんな大丈夫飲んでないからウケんだろいや違うんだよウケるんだよそう入ったねそういうのねすぐ言うから大丈夫 飲んだらもう止まるから」アルある中だから」アルある中だから」あなたはある中だから」とか言って「いやそうでもねえだろう」って「うん、お酒かコーヒーしか飲まないから」そういうのをな 店内で普通に言うからね、俺にって言うのにうんやつはねそういうとこはね言うねズバッとき切ってくるよと俺はもう「おお」おうって言うしかねえできるだろうって言うんだもんだって大丈夫 こうん止まったけどねちょっと待ってそこはだから俺わざと触れてりゃいいんだけど演技でな止まんねえじゃねえかよって止まっちゃうからなうん今度考えよう 今度、演技も必要だな、これなうこの人、おもしろいからなドリブ飲んだら、止まるから。止まった <laughs> そっか、酒入ると止まるんだ だんだんなこうやり取りがな多分ねほとんど俺負けてんだよなああ会話がうんいや別に勝ちたいわけじゃないんだけどんああなん なんだろう,なうんだからさ俺さ一人でさ冬の山にさあの孤独を体験しに行きたいからさ今日さ帽子屋さんちょっとあったから行ったのほらほらうん これだったらあったけんじゃないかなと思ってさ、ね、もう、うん、ててててってってってて、うん、いいだろう、うん。 って言うからさ、俺さ、今日さ、ニュース見ててさ、ねえ、もう、イギリスはドーナツ捨てるのまあ、日本もドーナツ捨てるんだけど、もう150円はもう、突破は通過点とか言い始めちゃってんだよ。ねえ。ねえねえ。まあまあ、株やってる人はね、いい加減するやとか思うかもしんねえけど、もう、しゃーねえべや、あれや。なあ。 そう思わないだからもうもうだからアメリカが俺はね先にアメリカがリーマンレベルのパンクをするんじゃねえかなと思ってる俺の予想。でそれでヨーロッパもドーンってなってまあ日本はもうどうにもこうにもいかないよな。 ポー,ポーさんかなお初、うん、やっと「ああいらっしゃい」だからあれはよドル円でよみんな遊んでんなあれな上がったりさだってよもうよ狙いどころ狙い打ちしてるよなうんまあまあそれは俺は株とか 円ドルとかやってないからわかんないし金融関係うんだから言ったの金を買っときゃ安定だったんだよああだからよ金を買ってたやつはよもう別にあいつらさあの一日何円動くとかなんなんでわ,さわちゃわちゃしてるけどってもう。 金持ってりゃ問題ねえんだよ、みたいな。でしょああ。だから俺言ったの俺3年前ぐらい言った金持っときゃいいんだっつって。まだウクライナのあんなのがなる前。言ったはずだよ。で、俺のリスナーで、まあ、金持ちのギャンちゃんっていうのがいるんだけど、チャンマンが言うから、俺3キロ買ったよ、とか言って。 嘘だろうって。おお、おお、おお、とか言って。うああ。ああ、かなさん、全然関係ないで。うん、どうぞ。うん、ゆきちのクソが何ができるか、見ててやるよ。そうそう。う、なんか。 言われて「だろう?」って言ってうんだからあのほっといて置いといて一番安定的なものを置いとけばいいんだってって、うん、今銀行だって利息つかねえんだしなあ、うん、俺が億単位の金持ってたらまず 田中貴金属に、ちょっと、どん、こう、分散でやりたいんだけど、どうしたらいいですかねって話に行くよ。うん。うん。あとは今、レアメタルに投資もあるからな。それも、うん。 相場がないからさレアメタルに関してはさうん地下で動いてるから持ってりゃ強いっちゃ強いしうんでもな1億2億じゃどうにもなんねえなやっぱ10億ぐらい持ってて遊ばないと遊ばないとっていうか うん、買って売ってはやらないから買ってしばらく何年か持てるだけの資産がないとなじゃあね株だってそうだろうここに株やってるやつもいるけどデイトレなんていうのはもうどうのこうのじゃないんだよだから10年後まではこの会社にあの俺の金預けてもいいやとかね うん、そういう人間じゃないともうちょっと株は怖いなうんだから、ね、会社を会社とあの一緒に成長しようと思っている株主がいるから株式会社なんだから。 10億もあったら年1000万違うんだよ使うんじゃないその人は働かないんだったらもうその10億で別にどこにも投資しなくてもいい事業やったりとかそういうことを言ってビビるそっちにも投資しなきゃならない自分のやってる仕事もあるだろう従業員が何人いるの その人の人会社にうんわかる自分が貯金が10億じゃねえんだよ俺が今言ってる話はうんそこは勘違いしちゃダメだよ株の心配より夜勤の心配しろよみっともねだい夫むしろそれは佐野だから サノリスは JJ さんが心配しなくてもいいぐらいパワーゲームには慣れてるから「ヤまン」って最後は言ってこいよって言ってる人が何人もいるからまああんま言わねえけど面白いじゃん俺が家賃滞納してる方は、うん、あいつ金ねえぞもう キーブアップもう間近だぞ。いいんじゃねえなおい。だからアンチもよあの野郎渋てーなんなるんだよ。お前俺何年何年生きてんだよお前。もう終わりもう終わりって言われながら終わんねえよな ナムルー決まったあらス終わらないおじさんナムルーリスナー終わってるナムルー決まったあんちこめ打ってる暇あったら一銭でも稼いでやあ時給いくらでやってんだよパータパ太郎がよ 携帯の充電何パーセントだよそこ心配しとけやクソが